はい、どうもウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちらです。スクロールしたらこうふわっとですね、左右からとか上下からとか出てくる動きというのをですね、jQuery でつける方法を簡単に解説していきたいなというふうに思います。jQuery というですね、 JavaScript のライブラリーの一つなんですけども、まあ、超有名なやつっていう感じですかね。でこれでいろんな動きをつけると。で今回はこういうやつです。こういうふうなものをやっていこうと思うんですけども、スクロールしたらこうシャンシャンってね、上から出てきたり左から出てきたり右から出てきたりするという動きをね、これどうやってつけるのっていうのを簡単にね解説していきたいなというふうに思います。では早速今日もこちらですね、ビジュアルスタジオコードというエディターを使ってやっていきたいなというふうに思います。まずですね、新規フォルダふわっとって書いた名前で作っておきますね。これをビジュアルスタジオコードで開きます。はい、でまずはちょっと下準備からになるんですけども、ちょっと index.html、はい、で style.css、はい、で css フォルダ、そして javascript フォルダぐらいがあれば大丈夫かなと思います。はい、でこの中に JavaScript を作っていくんですけども、ちょっと今回はね、よいしょ、 jQuery はインストールの仕方までは言わないので、jQuery のねインストールの仕方がわからない方、ダウンロードですね、ダウンロードしてきて持ってくる方法がわからない方は、あの jQuery の基本の使い方の動画がありますので、そっちの動画見られてみてください。はい、で jQuery を入れました。で続いてですね、main.js というですね、JavaScript を作っておきます。名前は何でもいいです。よいしょ、今回は一般的に使う main.js という名前で、空の JavaScript ファイルを作っておきます。で CSS フォルダ作ったんですけど、まあ、使わないですね、使わないです。はい、index.html、 style.css と main.js、そしてですね、ライブラリーとして jQuery の今回は 3.6.0 っていうものをですね、のバージョンを入れております。じゃあ作っていこうと思うんですけども、まずは HTML 作って CSS 作ってってやっていきますね。基本の形ね、はい、でここに読み込みます。リンクでスタイルシートを読み込む。そしてですね、 JavaScript は下の方に読み込みましょうかね。JavaScript はボディが終わる直前に読み込みます。スクリプトで、はい、src イコール js フォルダの java jquery のねファイルで、スクリプトで src で、js フォルダの中にある main.js、 あの読み込む順番は必ずですね、こっちが先、自分が作ったのが後、ね、になります。はい。こんな感じです。じゃあ作っていきますね。今回は先ほどちょっと見てもらったようにですね、こういうタイトル、文章、リンク、画像を入れる箱、もう画像はね、入れないです、今回は。ただここ画像が入っていると仮定してください。そういう箱作ります。で、これが右から左からシャン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 出てくるっていうものを作るっていうことですね。まあ、結構慣れたら簡単です。ただ慣れるまではもう何のこっちゃ分かんないっていうふうにね、結構なりがちなので、その仕組みがね、今回理解できてもらったらいいなっていうのが今回の目的ですね。はい。ヘッダー、メイン、フッターぐらいに分けておきますね。はい。で、ヘッダーの中には、まあ一言だけ入れときましょうか。どうしようかな。スクロール。jQuery でスクロールにしましょうか。jQuery でスクロールしたら、ふわっと出てくるやつ。はい。って書いておきます。で、これを作っていくんですけど、まあちょっとせっかくな、どうしようかな。セクションで、名前を適当につけますね。クラス。ボックスって名前つけておきます。で、この中に h2。でタイトル、クラスボックスもいらないな、セクションには名前をつけないでいきましょうか。でいけるんじゃないかな、できる限りね、少ない方が
分かりやすいと思うので。で P、 P はパラグラフは文章と段落のことですね。はい、パラグラフって書いておきます。これをちょっといくつかね、文章なのでいくつかコピーしてこんな感じにしておきます。はい、で A、 リンク、リンクで詳細はこちらって書いておきます。とあとは、ここにね画像を入れたかったんですけどね、画像も持ってくると何かしらねやることがまた増えちゃうので、フィギュア、この中が画像だと思ってください。で代わりになんか文章を入れときますね。はい、あ、P もいらないな、文章だけ入れときます。これが画像を入れるボックスだよって書いておきますね。はい、であとはこれをコピーしていくつか作っておきますね。 1,2,3,4,5 個、5個作っておきます。同じものがこれ5個並んだだけです。ではここにですね、まずちょっとまだもうちょっとかな、もうちょっと準備ですね、 CSS の準備をしていきたいと思います。まあちょっとだけねデザインを整えることでやりやすくなると思うので、ヘッダーに背景をブラックにして、カラーをホワイトにして、パディングを20ピクセルほど開けてヘッダーを作っておきます。でその下にセクションをちょっと隙間開けましょうか。パディング20ピクセル、上下だけ多めに開けましょうかね。50ピクセルの20ピクセル。はい。上下50の左右20って感じですかね。はい。で、H の2をちょっとだけデザインしておきます。フォントサイズを少し大きめ、36ピクセルにしてあげて、パディングボトム。パディングボトム10ピクセル。で、ボーダーボトム。ちょっと太めにしましょうか。5ピクセルソリッド。色は何でもいいんですが、スカイブルーにしましょうか。はい。で、マージンボトム20ピクセルと。フォントのサイズとね、余白の調整だけしてます。で、P。P も、余白の調整だけしましょうか。マージンボトム20ピクセル。で、A も、そうですね。A はボタン風にしときたいなと思うので、ディスプレイインラインブロックで背景を色をちょっとなんかつけてあげて、このタンっていう色にしてみましょうか。どんな色かわかんないですけど、オレンジっぽい色ですかね。でパディング20ピクセル80ピクセルのマージンボトム20ピクセル。はい。でフィギュアという箱はまあ、画像の代わりをしたいので、画像のサイズがどれぐらいだと仮定しましょうかね。800ピクセルくらいの画像だと仮定しましょうか。で、高さが400ピクセル、はい、の背景が先ほどと同じスカイブルー完成。まあ、ここまでがちょっと基本というかですね、まだ jQuery 使う前の準備っていう感じじゃないですかね。はい。じゃあちょっとこれを見てみましょう。今の段階を見てみると、こんな感じ。タイトルが H1 であって、ここからがセクションが5つ並んでると。中身は全部一緒です。はい。これを jQuery を使っていろいろしていきます。よいしょ。でまずですね、ここからが jQuery だよってこの CSS にも書いてくるね。ここからが、ふわっとさせるために入れる CSS だよって書いておきます。で CSS からどうしようかな、必要になってくるところを入れときましょうか。ドットフェードインっていうのを作りますね。クラスをドットフェードインっていうクラスはどんなクラスにするかっていうと、オパシティ、透明度が0だから、ドフェードインっていうクラスが当たってる時は消えてるっていう状態ですね。消えてる。であとはトランジション、トランジションはトランジションのデュレーションですね。デュレーションをつけようと思うので、これを、500ミリ秒
はい、500ミリ秒で動いていくよっていうことですね。はい、でトランジションの、プロパティ、トランジションプロパティをオパシティトランスフォームって書いておきましょうか。はい、まああってもなくてもって感じではあると思うんですが、はい、じゃあこれをつけたらどうなるか見せておきますね。これを例えばこのセクションに対してつけたとします。バン、フェードインね。そうするとってこれ1個だけなくなっても分かんないな。全部にやりましょうか。全部のセクションにフェードインという名前をつけたとします。そうすると全部消えますね。消えてるわけじゃないですね。あるんだけどオパシティ透明度がゼロだから完全に透明で見えない、全てあるけど見えないっていう状態なんで、スクロールはできますよね。こうやってスクロールはできます。はい、準備完了です。じゃあいきます。ここから jQuery になってくるんですけども、まず、はい、よいしょ、ふわっとフェードインさせる jQuery って書いておきます。jQuery はね、基本構文がね、こうドルマークですよね。こうドルマークの括弧ファンクション、はい、で括弧ね、はい、波括弧、これが基本構文ですね。ここからこの中にいろんな処理を書いていくよっていうのが jQuery の基本になります。で今回はまず、よいしょ、ドルマークのウィンドウっていうものを使いますね。で、スクロール、はい、このウィンドウっていう風なものを入れた時はですね、画面をね、こう画面をからね、要素を持ってくる、なんていう言い方したいんだろうな、ですね、ウィンドウを使う時は画面から、さっきと言ってること一緒だな、はい、こうブラウザからね確認できるものみたいな意味なんですけども、スクロールね、要はブラウザのことです。ウィンドウのことっていうふうにざーっと覚えておいてください。ブラウザのウィンドウのことね。でこれにスクロールっていうイベントをね、発生させます。jQuery でこうスクロールっていうふうにね書いてあげたら、スクロールのイベントが発生できるんですけども、でこんな感じ、はい。で基本的に使うときはコピペでいいんですけども、いろんなところがこれ出してくれてるからですね、コピペでいいんですが、へえ、こんな動きしてるんだっていうのは見とくといいですということで、わざわざちょっと説明をしてるって感じですかね。はい、でここフェードインという名前がついた要素に対して今から処理を行いますよ。で each、 繰り返し処理を行いますよね。このフェードインという名前がある限り繰り返しますよってことですね。はい、で繰り返しの内容に行く前にいくつか定義したいですね。バーで書いてることが多いと思うんですけど、バーって書いても多分コンストで書いて十分だと思うんですよね。よいしょ、コンストの方がね、なんかこうなんて言ったらいいんだ、強いというか、こうギュッとしてるというか、しっかりしてるというか、説明になってないですね。ちゃんと説明しなきゃそのうちいけないところだと思うんですが、はい、とりあえずすごい大きな意味で言うと、コンストって書いてもバーって書いてもレッドって書いても大体同じ意味を表してると思ったらいいです。で範囲がね、どん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 狭まっていくんです。バーだったら結構ね、どこまでもいいよみたいな感じのやつなんですけど、でレッドとかコンストだともうちょっと範囲がキュッキュッキュッって狭まっていく。別で説明してるのでね、そっちの動画を見てもらった方がいいんですが、とりあえず3つ一緒ぐらいに思ってたらいいです。コンストね、ディス、オフセット、オフセットドットトップ、はい、よいしょ、ね、これね、エレムポスっていう名前のね、
この定数に対して変数って言おうかな、ここではね、変数に対してこのこれを入れてますよって意味ですね。だからこれとこれが同じ意味ですよっていう意味で、わざわざこれこの処理に対してこの名前をつけてるよっていうのがこの意味ですね。はい。でこれはね、オフセットドットトップっていうのは要素の高さをこう、要素の位置か、位置を取得するっていうものになります。書いておきますね。位置を取得、へーと思っとってください。でコンスト、スクロールイコールウィンドウから要素の位置をまず見つけてきて、次にウィンドウから、スクロールトップ、はい、スクロールの位置を取ってくるってやつですね。上からこうシュッとスクロールした時のスクロールの位置を取ってくるっていう風になります。はい。だからこうスクロールの 量みたいな意味なんですよね。こう上からシャーンってスクロールした時のこのスクロールの量、スクロールのどんだけスクロールしたかみたいなのがこのスクロールトップですね。はい。でオフセットトップは上からこうこの要素までの位置みたいな、そういう類のちょっとした意味です、ね、スクロールの位置、まあ量、まあ位置って書いておきますね。はい。ね、こう量を取得、でウィンドウの高さ、ウィンドウハイトっていうのを作っていきます。でウィンドウハイトの中にはまたウィンドウから高さを取ってきます。この辺はね、本当にね、意味は覚える必要はないというか、なんかこんなことやってんのねぐらいに思っとくと結構使います、それだけでもね。はい。これ画面の高さみたいなね、はい、取得してくるっていう風な意味です。こう画面の一番下の方、画面の一番下の方がちょっと見えた時にふわっが始まるっていうね、こうふわっが始まるっていうために、このまずはこれをね取ってくるって意味ですね。でこれを名前を全部つけたんですけど、今からそれを計算します。計算というかどう動作させるかって言いますね。はい。スクロールをよいしょが大きい時ね、ヘルムポスからウィンドウの高さ、ウィンドウハイト、これですね。これからこれを引いた時にこっちの方が大きくなったら処理を開始してくださいねって意味です。これ if ってもしだからね、もしこのスクロールがこれからこれ引いたものよりもサイズが大きくなったら、その時に動かし始めてくださいね。何をがこの中です。何をってことで this this っていうのはね、こうやって都合よく this って使うんですけど、これのことですね。これこのフェードイン、フェードインに対して add クラスね、フェードインに対してはフェードインっていうものクラスがついてる要素に対してっていう方がいいんですかね。要素に対してアドクラス、クラスを追加してくださいね。スクロールイン、今度はスクロールインっていうクラスを追加してくださいというふうな意味合いになります。はい。で最後に jquery カッコウィンドウドットスクロールを動かしますってってことですね。はい。なんか一個多いぞ。ここがおかしいな。ウィンドウでスクロールこうだ。完成です。間違ってなければ完成です。間違ってたら、まあ間違ったとこ探すか書き換えるかしますね。はい。これで、HTML を見てみましょうか。ついてるかな。HTML に
ここじゃついてるついてないは出ないかな。ちょっとここは飛ばしましょう、はい、ちょっと動かしてみてね、動くかどうか見てみたいと思います。はい、じゃあよいしょ、スクロールインという名前をつけたので、このスクロールイン、スクロールイン、これですね、これがつくはずなんですよ、名前としてね。これドットがないとつかないよな、きっと。なんか間違ってそうな気がする。いや合ってるのかな。まあいいか、このままいくか。ちょっと気持ち悪いんで、ここ、これにしようかな。どっちでもいいです。シングルコーテーションでもダブルコーテーションでも。で、こう、スクロールインに対して、オパシティ1。トランスフォーム。トランスレート00の位置に持ってくるよ。まあトランスレートはまだいいか、とりあえず出てくるだけ。これちょっと一旦外しておきましょう。これで出てきたね、出てきました。はい、だからこの段階で見てみると、ちゃんとスクロールインがつくところは見れないのか。まあいいか、はい、出てきましたね。はい、出てきたっていうことはふわって出て、一応こうふわってなってるでしょ。0から1にこう一瞬で0から1、0から1、0から1ってなってるんですけども、これでここね、ここで0にしたのにスクロールインがつくから出てくるよってなったんです。じゃあこの出てき方を今から制御しますね。はい、まずさっき書いてたやつ、これね、トランスフォーム、トランスレート00、00の位置に戻ってきてくださいね、なんですけども、その手前でこっち側にトランスフォーム、トランスレートの0のマイナス200ってピクセルってしてみます。そうするとどうなるのか、こうですね、マイナス200から出てくる、マイナス200から出てくる。これ分かりにくいですね。分かりにくいけど、こうここに来た時に出てきてるんですよね。はい、分かりにくい。よし、じゃあね、これをもっと露骨にしましょうか。マイナス500ぐらいにしてあげて、これを2000とかにしてましょうか。2000ミリ秒かけてマイナス500の位置から0の位置に戻ってくるよってやつですね。はい、これでわかるんじゃないですか。ウリアーって、ほら、ウリアー、ほら、かぶってるでしょ。はい、出てきてますね。はい、じゃあこれをもっとわかりやすいように今からね、実践で使いやすいようなものに変えていこうと思います。まずですね、まあ、このセクション ID フェードを入れる位置を、で1個目は入れないでおきます。1個目は入れずに2個目から入れるんですけど、これをね、要素ごとに入れていきましょうか。セクションには入れずに1個1個の要素に入れていきます。ここもそうですね、セクションには入れずに H2 とか P とか A とかフィギュアの1個1個の要素に入れていきます。全部に同じことやります。コピペした方が早いんでしょうがね、こうやって、ここもそうです、こうやって、完成。はい、セクションに入れるのをやめました。その代わりに H2 から P とか A とかフィギュアに入れてます。で一番上の箱は何も入れてない、要はフェードインフェードアウトが動かないね、起きないっていうものですね。そうするとこうなります。めっちゃ動いてますね。ビューンってビューンビューンビューンね、一個一個が動いてるので、みんなバラバラに少し動いてるの分かりますかね。はい、じゃあ続いてですよ。続いてこれさ、もしかしたら、あ、いや、いいのか。はい、続いてこれをね、
横にから来るようにしたいと思います。今こっち側でやると縦から来るんですよね。で今上から来てます。こっち500にするとマイナス500にすると上から下なんですけど、500にすると下から上になります。500にするとよいしょ、下から上に出てきます。下から上に出てきます。出が遅いですけどね、はい、下から上に出てきます。下から上に出てきますね、はい。続いてこっちがね縦なんですよ。で横はこっちなので、こっちに例えば300ピクセル入れてあげるとどうなるのか、こうなります。左から右に出てきます。左から右、左から右、だんだんらしくなってきましたよね。だんだんらしくなってきました。はい、次にマイナス300にすると今度はよいしょ、右から左、マイナスから0にだからね、右から左、右から左、違うな、左から右だな、左から右ね、に出てきます。はい、じゃあ今度はこれで、これをちょっといい感じにしましょうか。いい感じにしようと思ったら、まあ500とか600とかね、でここをそうだな、70とかですね、これくらいにしてあげると結構いい感じに出てくるんじゃないですか。ファッファンってね、ファッファンってほら、こういう感じ。はい、じゃあこれをですねバラバラに今度出していこうと思います。バラバラにね、例えばここにドットフェイドトップっていう名前の箱を作ります。でドットフェイドトップはトランスフォームの、これコピーしましょうかね、これをコピーしてここに入れてあげて、ドットトップは上から下に動くのでマイナス70ピクセルと入れてあげます。で次に同じものをコピーしてドットフェイドボトムっていうのを入れます。ボトム、フェイドボトムはこうですね。でフェイドレフト、レフト、フェイドレフトはこっちが0です。でこっちが70ピクセルで、フェイドライトはこっちがマイナス70ピクセル、こっちが0。完成、4パターン完成しました。でこのパターンをそれぞれですね当てていこうと思うんですけど、このフェイドインには逆に言うとこのトランスフォームに関する記述はなしにしてあげます。こっち側でね、こっち側で制御するようにしました。こっち側で、でよいしょ、一つ目の箱にはフェイドインと一緒にフェイドトップを入れます。フェイドトップ、フェイドトップ、フェイドトップ、フェイドトップで、二つ目にはフェイドボトムを入れます。こっちね、フェイドボトム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 で、三つ目にはフェイドレフト、フェイドレフトね、これね、これをこうだ、こう、こうで、四つ目にフェイドライト、じゃん。そうするといきますよ。フェイドトップ、ボトム、フェイドレート、フェイドトップ、フェイドボトム、フェイドレフト、フェイドライトね、上から下から右から左から、はい、全部できました。はい、よいしょ、じゃかじゃんね。ということで今回はですね、よいしょ、うん、このふわっとフェードインさせる jQuery というのをですね、漏れはなさそうですね、をやっていきましたね。こちら
スクロールしたらふわっと左右から出てきたり上下から出てくる動きっていうのを jQuery というですね JavaScript のライブラリを使ってつける方法を簡単に解説していくというための動画でした。ね、こちらはまずインデックスね、 HTML 上ではですね CSS の読み込み、そして一番下に jQuery の読み込みと自作の JavaScript の読み込みで、この中の要素としてセクションというものを作って、セクションの中に H2PA フィギュアを作って、その H2 の要はクラスでフェードインっていうクラスやフェードトップっていうクラス、フェードインっていうクラスとですねフェードトップっていうクラスが入ってるとこだけがふわ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 動くよというものを実装していくというのが今回のテーマでしたね。で JavaScript としてはこんな感じですね。であの jQuery ね、 jQuery を使った JavaScript 基本のねドルマークのファンクションに続いてですね、中身としてこんだけのものをずら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 っと入れました。でこれだけが正解というわけではないので、まあ検索とかしてですねコピペで持ってきたらいいとは思うんですけども、意味としてねある程度なんとなくの意味をね捉えておいてもらえたら分かりやすいんじゃないかなということで、今回こういう風なね一個一個ね動かしながら解説していきました。はい。で何かすごく大雑把に言うと何をやってるのかっていうと、スクロールをまずスクロールを量と要素の位置とね、ウィンドウの高さを持ってきて、それで計算式を入れると。でその計算が成り立つ時にスクロールインっていうクラスをつけるよっていう風な意味です。でそのスクロールインっていうクラスがついた時に動き何かしら動かすよっていうところまでをやってます。でじゃあその実際の動きに関してはスタイルシート CSS のアニメーションでやってます。トランジションっていうものを使ってふわっとゆっくり動かしていったりとかするんですけども、動かし方としてはまず消します。オパシティで透明にしておいて、スクロールインがついた時にオパシティを1にして透明を解除するような感じの意味です。で単純に解除させるだけじゃもったいないので、せっかくだったら透明になってる時はちょっと上の方に寄せとこう、ちょっと下の方に寄せとこう、ちょっと左の方に寄せとこう、ちょっと右の方に寄せとこうです。それを透明がオンになった時に00の位置に戻すよっていうことでふわっと出てきてるように見せているというのが今回の jQuery でやったことです。ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね概要欄にも参考にされた情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。またですねコメント欄にねどんどんいろいろなことを書き込んでおいてもらえれば、ね、全部ができるとは思いませんが、できることいいなと思ったことはですね少しでもリクエストに応えていけたらいいなと願望ですけど思っておりますので、できなくてもすいませんね、できるだけ頑張っていきたいなとは思っております。ということで今回はここまでにしたいと思います。